現在極悪女王が配信中で、もうすぐ11人の続軍の公開控えて おられる白石和生監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。あの光栄ですっていうか、もう、ね、いやもう光栄ですよ。もう今一番勢いを感じる監督ですからね。いや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 、そもそも東映ファン、東映でも作品好きです。すごい見てます実は東映、うん、特にあの11人の続軍の原作書かれた笠原和夫さんの、はいはい、最初僕早朝賭博見た、出たド傑作ですね。仁義なき戦いの4作と、あとやっぱり県警対組織暴力が笠原さんの脚本で一番完成度が高いって皆さんおっしゃってて、そうか、よどみのない脚本と、うん、いや本当にクレバーな人なんだろうな。あと取材力がやっぱりマメだと思いますね。仁義なき戦いの取材ノートとかも出版されてますけど、ものすごい筆マメで、はい、うん、今回もいろいろやるにあたって、笠原さんの奥様の話とかいろいろ聞いて、はい、当時の日記とかちょろっと見せてもらったんです。日記とかつけられてた方なんですか？日記ずっとつけられてた、はい、これの取材旅行の時もの日記もあって、柴田行ったこととか、あんまり細かくああだこうだは書いてないんですけど。え、作ってない映画ですけど、自分でシナリオのために柴田まで行かれてるんですか？そう、この11人の族のために、はい、それはなんか家族も連れて行って、ちょ家族旅行だっていう体で新潟に行くんですけど、日中お前ら好きなことやっとけ、俺はちょっと用事があるっつって取材してたらしいです。はあ、はい、そりゃまあ岡田茂社長とか当時は撮影所長かもしれないけど、これ最後全員死んじゃう話は暗くていかんなんて言われたらぶち切れるのも分かるな。あの孤狼の血を作られた時に随分仁義なき戦いと比較して、なんかまた 今の時代に仁義なき戦いを作ったみたいな風に書かれていたけど、僕むしろあの日本で一番悪いやつはの方が警察版仁義なき戦いみたいな、はいはいはいね、感じがすごくずっこけぶりがね。あの孤狼の血にそんなに仁義なき戦いの血を感じなかったですけど、意識されてました。やっぱりあのスタイルは似てますもんね。いや、そうスタイルは似てるんで、その意識は当然せざるを得ないんですけど、同じように例えば深作さんがやったように手持ちグラグラで人物を追っかけていってとか、そういう荒々しい撮り方はまずやめようとか、うん、やっぱまあそういう意味では意識してるんでしょう。同じことをやっても勝てないんで絶対、うん、その役者も違うし、うん、なのでちょっとやっぱりそれはそのテイストは入れながらも、やっぱりその今の韓国ノワールだったりとか、あの今の日本でできるノワールをちゃんとやろうっていう意識の方が強かったです。めっちゃ警察嫌いじゃないですか。誰ですか？まあ、好きか嫌いかで言うと、まあ、嫌いでしょうね。どう見ても警察の方が悪く見えんだもん、どんな映画も。まあ、特に日本で一番悪いやつらがそうかな。そう、完全にあれそうですからね、うん、北海道警がひどいこと してます今もしてます終了みたいな映画なんで。まあ、なんか言われないですか？大丈夫だかあれ。僕もなんか言われるかもしれない。僕北海道出身なので。ああそうか、実家北海道なんですよ、うん、でもしかするとなんか嫌がらせとかあるかもしれないから、なんかあったら言ってって言ったけど、一応何も言ってこないんで、さすがに何もないんだと思うんですけど。いやでも本当に面白かったですね。その日本で一番悪いやつらの、悪いぶりもね、ポンコツじゃないですか。それでなんかやっぱやってることも滑稽というか、うん、悪いんだけど、やっぱそれ当時は必死なんだろうけど、まあ、聞くとやっぱその滑稽さがやっぱ人間らしくて面白くて、うん、あれはでも仁義なき戦いというよりもスコセッシの映画とか、うん、ああいう感じの映画が多いんで、うん、ああいう感じだったりとかっていうのは意識してやってましたね。でもまああれがあったから孤狼の血白石に やってもらおうっていう風になったので、そういう意味ではなんか先は繋がってるなって感じです。あのその前に撮られた凶悪もそうだし、日本で一番悪いやつらもそう、あのなんて言ったのか、実はベースじゃないですか。はいはいはい、コロノチってあれ、実話なの？あ、実話じゃないですね。あの柚木優子さんという完全に小説家の方が、そう、あの柚木先生が仁義なき戦いを見て感動して、うん、こういう小説書きたいって言って書かれたんですよね。なのでそういう意味でインスパイアードは当然流れとしてはあるんですけど、実はではないですが、うん、でも結構あの呉に行って、まあ、暴力団を担当している刑事とか、
元暴力団だった今まともな人とかにお話、うん、取材はされて、後々僕も取材でいろいろお会いしたりとかして話聞いたりしましたけど、だから一部そういうこともあったんだろうなとか、そういうのは要素は入ってます。本当に役所広司とか松坂桃李みたいな刑事がいたらたちょっと偉いことですもんね。いやでも結構いますよ。そうなんだ、はい、だって日本で一番悪いやつらは、うん、あの北海道警があの香港からチャカをいっぱい入れるために一回こう税関で薬を見逃してそれを泳がせて、それで次チャカ入れるときにそれを抑えようっていう話で、そのあれ実話なの、覚醒剤はいいんですかって話のあれ実話なんですよ。すげえ。ただそれは失敗したんですよね、うん、作戦で あの通り映画の通り失敗したんですよ、うん、覚醒剤が入ってきちゃってチャカがそんな来なかったっていうことでしょ。そうです。その話をしたらあの大阪府警は同じことをやって両方やってるって言うんですよ。まあだけどどちらもそうなんだけど、あの日本で一番悪いやつだとか孤狼の血見てると、必ずしもあの警察のやつらがじゃあ悪いかっていうとそうでもないから、うんうん、まあ、結局人間の業ですもんね。そうですね、うん、なんかやっぱ清濁合わせ飲みながら、うん、やっぱ悪いやつを摘発するにはどっか片足突っ込まないと、うん、本質の上辺だけやってそれでいいんですかって話でもあるじゃないですか。なるほど。で世の中ってそういうことって結構いっぱいあって、だからそれが今もういろんなルールで凝り固まっちゃって、そういうことができなくなって、本当になんか世の中おかしくなってないかなっていう気もするんですよね。何が正解とは言えないですけど、まあ、あとね、あの11人の続軍もそうですけど、白石監督言葉狩りに対して相当抗ってらっしゃるのが頼もしいですよ。何とは言わないけど。11の続軍も、耳の不自由な方が映画の中に出てきて、うん、はい、で実際その当事者の方の俳優に演じてもらってるんですけど、音が消えるとこありましたよね。ありますあります、はい、結構ショックってか、ね、そういう演出にしてて、うん、でそのじゃあ江戸時代にそういう当然障害を持った方って当然いるじゃないですか、はい、どうだったのかっていうのを聞くためにいろいろ取材した時に、うん、あのその方もその先生も耳が聞こえない方なんですけど、江戸時代はどうこうこうこうしてたとかっていう話をした時に、まあ、今ではもう、まあ、ある種放送禁止みたいなことで使えない言葉もあのぜひ映画の中で使ってくださいと、一般的にはその人たちに対する差別の言葉なんだけど、うん、当時はそれが当たり前だったんで、うん、それを生き生きと使ってほしいってむしろ言われたんですよ。はあ、なるほど、そういうことでしたらちょっと頑張ってみますって言って、うん、結果そのなかったことにしなするっていうのも本当どうかと思いますからね。そう思います、うん、はい、それもちょっと違うだろうなみたいな。それ例えばだけどアメリカでそのネイティブアメリカンに対してインディアンって言わないとか、その虐殺の歴史ももちろんあるし、ひどい歴史もあるんだけど、かといってそれでインディアンって言わないっていうのも変だって風潮ですもんね今は。そうですね、向こうも、うん、だからそれって教育ちゃんとできてるかできてないかって話で、うん、言葉に蓋をしているで過去のいろんなやっぱり不幸なことに蓋をしてるだけでは、うん、あの世の中良くなったことにはなんないですよね。そういう過去があったから今こう使わないけど、当時はそうでしたよってことまで理解を深めて初めて差別とかなくなっていくわけじゃないですか、うん、その辺の日本のあり方ってやっぱすごい疑問な感じますね。白石監督の映画って割と暴力というものを正面から描かれていて、まあ、ある意味暴力に依存しなければ生きていけないような感じの人たちを描いてるケースが多いと思うんですけど、これはなんかそれ暴力場面とか描かれるときに、それはもうあのドスもそうだし拳銃もそうだし殴り合いもそうなんだけど、何か考えられてること、俺はこうやりたいとか、あの考えられてることあります？痛みの伝わるプロレスみたいな感じで犬っぽいな、うん、ちゃんとやっぱりあのなんだろう、ファッションで撮らずに、うんうん、ちゃんと映画の中でリアルにありそうな形にやっぱしたいなと思ってて。なるほど、はい、チャンバラ11の続軍当然時代劇なんでチャンバラで戦うじゃないですか、剣と剣 で昔のこういう事件があったとかって文献とか読んだり小説とか読んでもそうなんですけど、やっぱりビビって人間ってもう勇ましくこういける人なんかそんなにはいないですよ、うん、でどうなるかっていうと、剣と剣来たとうわーってなってやっぱり指が一番落ちる、飛んでましたもんね。だから戦って
それが終わったらあっちこっちによく指が落ちたんですよね。へえ。そういう感じとかを読んじゃうと、うん、やっぱこれやと思ってそこをまあ指吹っ飛ぶシーンってグロテスクだからやめとこうと思うか撮ろうと思うかで、まあ、大きく流派が分かれる気がするな。あ、まあ確かにその単純にね、なんかエンタメとして喜んでもらう分にはそういうことは別に必要ないとは思うんですけど、だって昔の東映の時代劇なんて血も出なければこうやって切ったって服もどこも裂けてないのにただうーって言って倒れてたじゃないですか。 それはまあ技術的なことも多分ねあるとは思うんですけど、逆にでもあれが今見れないですからね我々は。あ、そうですね、ちょっとあまりにもこうなんていうかバレエというか舞踊のように見えちゃって、そうですね、だからそこはもう少しリアルの戦い、その今回やっぱエンターテインメントでもあるんですけど、うん、やっぱりどっかで戦争の虚しさとか、うん、残酷さも同時にやっぱ見てもらった人に感じてもらいたいので、うん、そういう要素をちょっとずつ黒くなりすぎない程度に入れてるっていう感じはあります。11時の続軍の時にこの役者さんがその人だってちょっと気がつかないみたいな使われ方をよくしているっていう話をして、古老の地のね高江之内豊君が俺最初の豚小屋からいましたよねだから俺これ高江之内豊だったのかってあの映画僕高江之内豊が一番驚いたんだけど、いや高江之内豊だけじゃないですよね、もうレベル2もそうだけどこの人そうなのみたいな感じで使われてることが多くて、役者さんって嫌がらないの？いや、むしろそういう風にした方が喜びます。本当？だからもう理想はもう最後までもう竹野内さんって分かんないぐらいな感じにしたいんだって言った方がいいですね。やりたいです。そっちの方が俳優喜びますよ。まあ例えばでも渥美清志はどれを見ても渥美清志、三船敏郎もどれを見ても三船敏郎なんだけど、ちょっと。コロナ中にはやられましたね。ありがとうございます。あまりにも違うイメージで、だってね、あの人もそうでしたよ。中村智也くん。あ、智也くん、はい。中村智也も最初気がする。あ、そうかもしれないですね。うん。まあ、彼は素で出てくるけど、でも眉毛剃ってたりしたかな。あ、でも髪の毛やっぱ少し上げてたりはするんで、うん、いつもやっぱふわっとしてるじゃないですか。それといつもソフトでねラブコメとかに出てる人が あんなブチ切れた箱で出てくるっていうのも超意外だし、あと弟たくまくんお好きではいはい、はい、よく使われてますけど、どの映画見ても感じが違うのもすごいなと思う毎回毎回そう、弟くん今回どうしようかなって考えるとこからスタートするんで、極悪女王はもうでも最初にもう今度のやつね、そうダンプ松本の、そうダンプ松本やるんだったらちょっとやっぱそう安倍四郎を弟くんだなと思いながらインチキレスラーもうだけどあれキャスティングは楽しかっただろうなって、まあ、ユリアン・レトリバーは体型で分かりますけどね、はいはいはい、もうあとだってあの頃のあのブル中野だ、みんな出てくるわけでしょ、周りのデビルもそうです、デビルマサビも出てくるな、はい、クレーンユーとか、あー、はい、もうキラボシのごとくスターたちですからね。僕ねプロレス大好きで、女子プロレスも見てましたね。おーすごい。だからあれキャスティング見た時に誰が何やるんだやるんだって言った時に、ゴーリーかやめがライオネルがアスカは相当笑ったちょっと感じ似てるし感じ似てるんですよ。いやそっくりですよマジで。あ、そうなんだ。はい、さすがにね本物のプロレスラーまでの体型にはあれですけど、うん、いやそれでも超いい感じなんで、ぜひ。そして僕松永兄弟もよく覚えてるので、あ、はい、あの工業主のね、はい、全日本女子、はい、会社なんてったっけな、全日本女子プロレスか、はい、ちなみにプロレスがお好きになられたきっかけは誰のプロレスを見たとか、猪木ですか？あ、僕は鶴田ですね。いいな渋いな最強説ですからね、あの人鶴田は未だに最強だと思います、うん、はい、話がその後そう、あの女子プロレスも見てたんですけど、うん、一番は僕は全日本プロレス見てて、うん、川田俊明が好きで、あ、ちょっと後ろ髪長くしてたやつが、うん、あれ僕高校の時髪型真似したし、ね、当時みんな本当になんか試合終わった後バス取り囲んでて、普通にハンセンとかロープでみんな殴られに行ったんですよ、あーとかって殴られに行ったんですからね。殴ってもらってた殴ってもらった
いやもうダンプさんだって多分市内受けに行ってる人とかいっぱいいますよマジで。それは男子なのかな。男子も女子もいたんじゃないですかね。プロレスと映画はどっちが先なんですか。ハマったのってか。いやどっち、いやでもどう映画、一応映画は映画ですかね。どうかな、うん、でもそうです、小学校の時もプロレス見てたけど、その完全に流れで追っかけるまでまだ見れてなかったですから、ね、はい、テレビであやってるやってるとかっていうぐらいな感じで、うん、映画はそういう意味ではやっぱりなんやかんや見てたんで、うん、映画は何かその映画を志すきっかけっていう作品はあります。ブロックバスター映画をよく親に連れられて、ジラさんの世代だと何ですか。いやもうグーニーズとか、あー、ET とか、はい、見てたんですけど、うん、中学過ぎるぐらいに家にあの家庭用ビデオデッキが導入されて、うん、もうレンタルビデオが出始め、出始めていろんなタイトルがビデオになったじゃないですか、はい、そこで仁義なき戦いとか見始めて、日活ロマンポルノとか。中学ぐらい。中学ぐらいです。日活ロマンポルノはまあ僕らもねみんな発情してましたけど、仁義なき戦い初めてご覧になった時って、あのなんだこれと思ってました。なんだっていうか、あの僕も初めて見た時に、今はもう僕ドコメディだと思ってさ、あまりにも笑えるし面白いからもう、ね、もう何箇所も笑えるんだけど、はい、初めて見た時恐ろしくって、うん、あの映画くらい子供っていうか公開時に見たのと今見てるので印象が違う映画ってないな。わかりますわかります。僕も高校生ぐらいまでヤクザって全員広島弁喋ると思ってましたからねあれ笠原さんの発明なんですか、これ広島弁でヤクザをやるっていうのは。あ、いやいや、リアルな話がそうだからじゃないですか、あれは。素晴らしいですよね。すごいですよね。あのアイデアは。古老の地もみんな、あの、広島弁喋ってても、ヤクザの方々は広島弁じゃないと似合わないぐらいのイメージがありますよね。いや、もう、後々僕もそうなりましたよね。仁義なき戦いがやっぱり最初の原点ぐらいですか。そうです、それと、でそこから V シネマを作り始めるんですよね。あ、高校に入るぐらいから、はい、V シネをご覧になってたんですか。めちゃめちゃ見てました。例えばあの晩明さんの作った V シネとか。あ、高橋晩明さん、はい、うん、そういうのを見て、それこそ、今五番切りとかで脚本をやってもらってる加藤正人さんとかも、はい、当時もう書き始めてて V シネに、はい、うん、そういうのも見てましたし、うんうん、なんか割と映画も見てたけど V シネも結構見てましたね。後々そういう V シネの助監督やるとあんま思ってなかったですけど。 V シネの助監督から始められたんですか。あ、で若松さんの、若松浩二監督に弟子入りしたので、若松さんの作品やりながら。若松浩二監督、はい、またこれが若松さんがタブというかハードというかそう、若松さんが仕事ない時は外行って、でも V シネがすごい多かったです、僕ら弱小チームは。若松監督って V シネも撮られてたんですか。少し撮ってましたね。あ、そうなんだ、はい、それは相当主張のある V シネなんですか。いやでも意外と娯楽なの、まあ、大体娯楽で復讐ものだったりとか、エロも入ってみたいな、エロも少し入ってみたいな感じをやってましたね、うん、演出される時にファーストテイク優先主義ですか。そうですね。あ、本当、はい、ババ監督は。僕はもうほぼ 95% ファーストテイクですね。なるほど、うん、か2回やってよくなる気がしない。あ、わかります。やっぱり1回目ってカメラマンも含めてみんなタイミングもちょっとばらつきがあるじゃないですか、うん、それが揃えば揃うほどもうなんかやっぱ意図をこう作り込みすぎてる感じがどうしてもしちゃって、あ、それに耐えられないですよ。お、だからもうちょっとアンバランスなぐらいがいいんですよ。なるほど、はい、面白い意見だな。助監督時代もう誰よりもきっかけがうまかったんですよ。きっかけっていうのは芝居しててトントンってこう、うん、こうガチャって入ってきたりするタイミング、うん、やっぱ助監督さんが出すじゃないですか、うん、そのきっかけが天才だったんですよ。で今でも言われてた。で今でももうコンマ5秒早くしてとかって言われて、分かりました、ビターン行くんですよ。じゃあ演出されてて今だってご自身ではきっかけ出さないでしょ。だから僕が出すと完璧すぎて気持ち悪いんですよ言いますね、すごいなだから道を走ってて、なんか PV で道を走ってて、はい、で階段地下鉄降りてって、うん、地下鉄の中ぐるぐる回って、うん、それでそこはもちろん許可もらってるんですけど、改札飛び越えて、うん、降りてったら電車がたまたま来てて逃げてプシュッてワンカットとかきっかけ出してたんですよ
すげえ。それ何分子で何でする。あ、それ PV です、ね、PV で ミュージックビデオで。だからそうだいたいうまくいかないこともあるじゃないですか、うん、それで人に任せるんで、うん、そこでなんか俺がやったら一撃で決まるんだけどなっては思うんですけど、あんまりそれを言いすぎてもやっぱ絶対良くないから、うん、半分バカなふりしてなんかふわっとしてますね、うん、でも心の中は俺がやったんだ。そうそうそう。きっかけの天才、きっかけの天才白石和也って今の助監督たち知らないのかな。俺一応みんなに言ってるんだ。何最初のスタッフミーティングの時に。いやもうその現場の時でも、うん、これ俺だったら一撃だからなとかつって鬱陶しいなと。あと飲みの席とか。お前今日の許してやったけど、うん、あれはコンマ5秒早いぞとか言 う、ね、俺映画監督じゃなくてきっかけの仕事を続けてたら多分億を稼いでるって。ハリウッド行って。ハリウッドじゃなくてもういろいろあるんですよ。まあでもある意味映画ってタイミングが全てっていうか、タイミングが全てなんですよ、ね、うん、きっかけってすげえ重要ですもんね、はい、そうなんですよ、うん、ちょっとそれで見返してみよう。そう見てください。いやでも僕はあえてバラバラを選んでる。監督になってからは、ね、監督になってからね、はい、なので結構いい感じでバラバラだと。きっかけが良ければいいってもんでもない。そうなんです。小物取りも得意だったって。小物取りもそう、多分バラーンってこう何かが落ちたりとか、うん、落ちたやつに寄ったりとか、寄ったりとか、あ、はいはい、それがこうマチポジで何かが例えば拳銃がバーンってなったらクラクラクラプシッて止まったりするじゃないですか。キャメラの位置が決まっててそこに入ってくるやつね、はい、マチポジってあれもう3回以上やったことないんで僕がやると。え、それは白石監督が投げてんの。あ、助監督時代ですよね。え、それを入れさせたら天才。天才です。なんかきっかけ出しというその小物出しとかって、はい、映画の本質が僕多分監督より助監督の方が才能あるっていう。いやいや、そんなことはない。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。